本当に誰もいないですね。何人ぐらい来るんでしょうね。ああ、今回そうです。まだあれって時間早いってことですかね。どうなんでしょう。シューって中に液体を入れるタイプのチャデモアダプター間に合いました。大丈夫ですか？こちらのボタンは何でしたっけ？ちなみにバッテリーの残量って今どのくらい？
川崎駅。あとはあれですね、アプリの設定が必要かなと思って、あ、はい、もう変わって、強さがめちゃくちゃアクセル踏み込めないでもう前に来てる。あと6歩踏む行きたら、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとしか踏んでないですよ。開閉ブレーキもね、アクセル離すだけで止まれるから、ね、慣れないとこうなっちゃうけど、あ、これ、この目を選ぶ余裕がないとりあえず、コネクタを先にセットしてから、じゃあこれを、そうですね、こういうか、こうかで、先に繋げちゃいます。左側で、
で、スタートしてみよう。そうですね、充電コントローラー、そうそう、あ、パスワードです。パスワード、はい、何で出てくるんですか。 JCN だと思います。充電器の使い方勉強しないと分かんないね、これ。6-0、見づらいっすね、これ。これでいい、はい、これで OK、うん、おお、意外と僕が思ってたより簡単です、はい、これで、はい、1時間で200キロですか、まあ、1分あたり3キロちょっと。今また34キロまで上がってます。34キロ、はい、というわけで、テスラモデル3やっとですね納車されました、今ちょっと長々とね納車の時の様子を、見ていただきましたけども、どうでした？あの地下駐車場真っ暗でやばいでしょ。あそこね本当怖かったですよ。地下がね3階まであって何階かっていうのも聞いてなかったんで、かなりですねうろうろさまよった上でやっとスタッフを見つけて、まああんな感じでね説明を受けてたわけなんですけど、そのお台場で車を受け取ってから、まあ、家までね乗って帰ってきたわけなんですけど、もうですねめちゃくちゃ快適でしたね。本当に加速がスムーズですし、もうアクセルを踏んだだけ加速するんですよ。いやーもうねエンジン車とはフィーリングが全然違いましたね。でこれからねこのモデル3いろいろと乗りながらレポートとかもしていきたいと思うんですけど、早速ですねいろんなグッズを買ってますので、まあ、これからですね順番に紹介していきたいと思うんですけど、どんなもの買ったかちょっとちらっと見せますと、まずこれですね、これは、クレジットカードなんかのスキミング防止用のケースになるんですけど、テスラのキーって、まあ、こんな感じでクレジットカード型のキーなんですよね。これが、2枚入ってて、これ1枚予備なんですけど、まあ、普段はスマートフォンのアプリでキーになっていて、まあ、スマホさえ持ってれば鍵とかも開けれるんですけど、まあ、それスマホもしね車内に置き忘れちゃったりした時なんかは、まあ、このカードキーがあれば、まあ、車の開け閉めができるわけなんですけど、これもねあのアンテナに反応する電波が出てるやつなんで、あの盗難犯なんかがでっかいアンテナでですねこの微弱な電波をキャッチして車に近づけてですね車のロックを開けちゃうなんていう盗難被害が出てたりするんですよ。なので、まあ、普段このカード持ち歩く時には、まあ、こういったですねスキミング防止用の袋に入れて持ち歩くのがいいんじゃないかなと思って買っときました。まあ、これはちょっと今ここで開けちゃいましょうかね。はい、もう開けちゃいます。これね安いんだけどねなんかいっぱい入ってんですよ。12枚入りかな。でサイズが2種類あって、このクレジットカードサイズのものが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 枚も入ってて、それからこっちの大きさはパスポートサイズですね。パスポートサイズが2枚入ってるセットなんですけど、まあ、こんな感じでこのテスラのキーカードをこちらのケースに入れて、こんな状態で保管しておけばですね、
スキミングの被害から防止できるということで、この状態で保管しておこうかなと思います。これ入らないかな、これ入れちゃうと入らないね、ちょっとこれは後で考えます。はい、これが1点。それからですね、これ買ってます。これはコーティング剤なんですけど、皆さん結構新車で買った時にお店でコーティング頼むと思うんですけど、めっちゃ高いですよね。最低5万円ぐらいかかりますし、でこれね、アクアドロップっていう商品なんですけど、本格的な業者用のコーティング剤なんで、これを自分で施工すればですね、お店でやってもらうのと同等の被膜ができるんですけど、これ中身ちょっと開けますと、はい、このぐらいの大きさの瓶が2つと、あと伸ばす用のスポンジと、あとね、なぜかこの拭き取り用のタオルがこんなに大量に入ってます。で、私これですね、前の車のゴルフに1回使用してまして、本当にね、めっちゃ強力な被膜ができて、5年前ぐらいに施工したんですけど、未だに雨弾いてましたからね。それで実績があるので今回も同じものを買ったんですけど、ちょっと心配なのは、この手のね、ガラス系のコーティング剤って素人が施工すると結構ムラになりやすいっていうことで、前にゴルフに施工した時は色が白だったんで目立たなかったんですけど、今回モデル3は青を買ったので、もしかしたらね、ムラになっちゃわないかなっていうのがちょっと心配なんですけど、最初はちょっとちっちゃい面積で塗ってみて様子にして、大丈夫そうだったら全体に塗ろうかななんて思ってます。後日ね、これを使ったコーティングする動画もちょっと出したいと思ってますので、お楽しみにしてください。はい、それからこちらはですね、アクアマジックという商品なんですけど、これはですね、フロントウィンドウガラス用のコーティング剤ですね。雨を弾くやつね。でこれも前のゴルフに使ってすごい強力でですね、水弾きの良さが何年も持続したんで、これもリピート買いしました。これもちょっとね、強力な液なんで、確かなんかね、この容器をボキって割ったら何分以内だったっけな、5分以内ぐらいに全部塗り切らなきゃいけないみたいなやつだったと思うんですよ。できたらモデル3ってこれ天井まで全部ガラスなんで、全部塗りたいところなんですけど、これ1本じゃ足りないんじゃないかなと思うんで、まあフロントウィンドウとリアウィンドウぐらいにはこれをですね、塗ろうかなと思ってます。はい、それからこちらですね、今日届いたばっかりなんですけど、サムスンの 500GB の SSD を買いました。で、これですね、テスラモデル3って USB メモリーを車に挿すだけで、もともとね、車体の周りにカメラが8つも付いてるんで、それをですね、ドライブレコーダーとして使える機能があるんですけど、どうせだったらそのドライブレコーダー用のメモリーと、あとですね、音楽とか動画を入れておくためのストレージの兼用として大容量のものにしようかなと思ってですね、こちらの SSD を買いました。はい、それからですね、こちらとこちら2点なんですけど、これはですね、実はモデル3のアクセサリーを Amazon で販売している業者さんからの提供品になります。これはまだちょっと中身は何なのか後ほどのお楽しみということで、今ここでは開けませんけど、これはですね、近いうちに動画で紹介すると思いますので、これも楽しみにしていてください。はい、というわけで今回は念願のテスラモデル3が納車されたので、納車式の様子をドキュメンタリー形式で見ていただきました。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。